自分の運命がこういう運命になるとは全然、自分がよその国まで行って教えて一人で過ごすっていうことは何も考えませんでしたね。ただ柔道柔道って思うだけでしたね。あの先生は外国へ行って教えなさいって言ったけど、その言われた時には5、6人の人が英語を習い始めて、それで行きたいっていう気持ちがあったわけですね。でも結局は続かなくて、私一人が果たしたわけですよね。加納先生はその時代としては女性が足を見せることさえできなかった時代に柔道着を着せて足を開いて技をかけるとか倒れて、他の人たちから見たらすごく激しいことを加納先生は女性にいち早くやらせた。それは高度館女子部 の、 あの帯っていうランクっていうのは封建的なんです。女はもう5段でもうその上はいらないと、そうに決めてたんです。5段で止まってたんです。5段で30年。 When Fukuda sensei moved into this house, the male senseis from Japan would stop off here on their way to teach all over the country. So one night there were about 8 male judo senseis here. I just asked them very casually as we were talking, I said, why is it that Fukuda sensei can't move on to another degree? And then they all said the same words, onna desu, which means she's a woman. She said, are you part? Not yet. Hi, hi, hi. It's a good thing. It's a strong arm. I feel the pain every bit of it. 本大会に遠くアメリカからお越しいただきました福田恵子女子九段です。福田先生は現在96歳、大正2年東京にお生まれになり、加納治五郎師範に師事し、講道館女子部に21歳で入門されました。以来柔道一筋の人生を送られ、1964年の東京オリンピックでは柔の型を披露されました。1966年にはアメリカでの柔道普及のために渡米し、サンフランシスコに柔道クラブを設立。